皆さん、こんにちは。松代の皆様、そして松代出身で松代を懐かしく思っていただいている皆様、また全国の皆様、こちらは松代テレビ局です。松代テレビ局開局を記念いたしまして、本日私たちが松代の祇園祭りをお伝えいたします。宮坂です。曲がりおです。よろしくお願いいたします。実はですね、ここで皆様方に、お詫びを申し上げなきゃいけないんですけども、実は私どもですね、このお祭りを実況中継しようと思ってたんですけども、私たちの勉強不足でですね、ちょっと実況中継ができなくなりました。そして、なんと今日、すごい雨ですね、こちらの方、お分かりいただけるでしょうか。昨日は長野がすごい雨だったそうなんですけども、今日は今ですね、すごい雨で、今こちらの方おししが回ってたんですけども、びしょ濡れになってました。今はちょっと雨宿りをしてるそうなんですけども、それと合わせましてですね、私たちも勉強不足でちょっと実況中継はできない、これをお詫び申し上げなきゃいけないところです。本日は、予定では18時から19時までの1時間の予定でしたが、18時から18時40分までの40分間の放送をさせていただきます。よろしくお願いいたします。松代テレビ局ですけれども、松代は長野市の南部に位置していて、長野インターを降りてすぐのところにあります。今月松代テレビ局は開局いたしました。真田十万石の城下町であった松代は、武家屋敷、神社、仏閣、名所旧跡など町のあちこちに古い歴史の面影や静かな町並みが残されていて、その文化財を体験教室やおもてなしをするなどに活用する取り組みをしています。そして松代に住んでいる皆様、遠く離れて暮らしておられる皆様に、松代の文化や今松代では何が行われているかなど発信しようということで、松代テレビは開局いたしました。それでは宮坂さんの方から、松代テレビについて開局した思いやこれからのことを少しお話ししていただきましょう。はい、それでは私ども松代テレビ局のロゴマークをちょっとお見せしたいと思いますが、はい、ロゴマークです。このロゴマークなんですけれども、実は思い入れがありまして、まずですね、これは私ども指導してくださる丸田先生ですね、こちらの方なんですが、上にあるのが、水上山です。形は水上山で、色なんですけれども、そちらにありますように松代焼きですね。松代焼きをモチーフにしております。はい、ありがとうございます。そして、先ほどですね、曲がりおさんからも話あったんですけれども、松代にはですね、いろいろ文化財、いろいろあります。ちょっとそちらの方でなんか行ったり来たりしてますね。すみません。ちょっとですね、はい。ちょっとね、今日本番で、ね、慣れてないんでね、私も慣れてないんで、慣れてるのはね、曲がりおさんだけなんですけどね、ちょっとね。はい、すみません。慣れなくてごめんなさい。ている方たちもこれで本格的な準備ができますね。それでは、祇園祭りについて、まずいつからなどか、なぜ始まったのかなど、宮坂さんから説明していただきましょう。はい、私先ほども言いましたけども、勉強不足ですね、こちらの方にカンペがあります。これを読ませていただきたいと思います。そちらにですね、もうおいでになってますけどもね、小山さんがいらっしゃいますんで、私がこんな資料とかね、いろいろ申し上げちゃいけないんですけど、一度申し上げます。869年、全国に疫病が流行したときに、祇園御霊会ですか、祇園祭りの始まりです。毎年恒例の祭りになりまして、全国各地で神楽などを繰り出して、無病息災、家内安全を願い、盛大に行われるようになりました。そして松代なんですけども、松代町におきましてはですね、祇園祭りがいつ頃から行われたというのは、あまり定かではありません。しかし、伝承によりますと、雨飾り上手ですね、1470年の頃からと言われております。はい、はい、すいません。随分昔からね、はい、そうなんですね、行われたお祭りなんですね。それでは今日、祇園祭りに大変熱い思いをお持ちの小山実さんにおいでいただきましたので、はい、これからその松代の祇園祭りについて、はい、宮坂さんの方からいろいろと聞いていただいたらどうでしょうか。わ、はい、かりました。小山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実はですね、先日私、小山さんと一緒にですね、この、獅子舞の
練習風景をね、見学に行かせていただいたんですよ。そしたら子供さんからね、若い方皆さんね、本当に真剣に練習されてるんですよ。で、小山さん、これ練習っていうのは、いつ頃からやってるんですか？もう一年中やってるんですか？はい、一年中やっておりますね。それで月に1回ずつとかでも定期的に、若い皆さんが練習をしております。それで本番のこのお祭りの9月とは、だいたい1ヶ月前くらいからぼつぼつ始めまして、そうですか。今月は、約10日間、全員の皆さんが出そうでますして、か。踊りと、それからお獅子の振り方と、お囃子と、これらの3部門を練習をしておりまそうす。ですはか。い。それで、岡山さん、この指導者の方ってのいらっしはゃい。るんですか？昔はね、いわゆる口伝ですね、言い伝えというような形で、どん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 世代が変わってきたんですそうですが、か。こう10年、20年くらい前から、若い人たちが、それでは正確なものが伝わっていかないというようなその思いから、ファンクラブというものを作りましてね、真っ白の顔、例えば結婚して外に出た奥さん、あるいはまた真っ白の方をお嫁さんにもらった旦那さんだとか、そういう人たちが真っ白の伊勢町に住んでいないけれども、お獅子に参加したいと、また参加してほしいということで、ファンクラブというのができましてですね、それと現実に真っ白の町の中で営業したり、あるいはお勤めしたりする若い世代の皆さん、この皆さんが一緒になって盛り上げて、現在は大変いい形で進んでおります。いいですいいですね。すごいですね。はい。ね。そうですか。それでお獅子なんですけれどはい。も、何人ぐらいで舞うんですか？お獅子はね、基本的にね、大勢いればそれに越したことはないんですがね、なかなかそれだけの手が揃わないんでね、それで大体4、50人をめどにお獅子はやっ持ておつりのます。が、お獅子持つのは1人です。一人。それ、重さどのぐらい？ 10 キロぐらいですか？重さはね、昔は8貫って言ったんです8ね。貫ってだどからのぐ要するにらい？32キロ。32 キロ。それで、現在もね、重いから、なるべく軽くしたいということでね、一番の大事になってるんです。顎部分を、カシノキでね、作っておったんですが、これやっぱし割れるってこともあったりしてね、重いということと、それ現在はね、合板でやっておりますからね、軽くなって、それしかも丈夫であるというような形で、合板で作っておりますね。それでもね、30キロは下ったことないですね。30何キロ。年かには毎年作り変えるんですがね、大変です。で、この30キロを一人で持つんですか？そうです、そうです。もちろん一人です。だって20キロって重たいですよ。そうで30すキロよこう持って。ね。それがお祭りで若さ。火事場の若力じゃねえけれども、若い皆さんは一年に一度のお祭りを楽しみにしてるわけ。毎月毎月研鑽を積んで練習をしてきて、さあ、こう一番という時ですから、重いの軽いのなんか言っちゃいませんなるほど。か。すいません。申し訳ないです。それね、あれ、それが伊勢町の気合だけそうでですはか。ないですよすごね。いですね。あれでこう、舞うっていうんですか？そうです。やりますよね。ね。素晴らしいですよそうですね。ね。皆さんにね、喜んでいただけるようにということでね、今、研鑽を積んできてるわけですね。ですから、昔の思いをすると、現在の若い皆さん方の獅子舞はね、非常にね、立派に整然としております。それで基本的なことも先ほど申し上げましたように、若い皆さんが指導者がおりまして、練習をして、この曲については足はこういう上げ方をする、またお獅子の頭はこういう傾き方をするね、だからこういう時には口を開いて、いわゆるパックンってやつね、ケンジのやつ、あれはね、やたらね、できないんですよ。ちゃんとそれぞれの曲に合わせてタイミングがあって、その時はなきゃやっちゃいけないわけ。だからそういうことまで細かくね、指導を徹底してるわけ。だから最近は本当に若い皆さんがね、立派に踊ってくれてます。その若い皆さんって何歳ぐらいの方なんですか？大体ね、高校生以そ上んはな若い入っ方てで。こ、はい、入っすてきまごいです。す大体ですから、ね。もう20歳くらいから40代の前半くらいですかね。その範囲の皆さんでそうすですね。か。はい。それで、ホロって言うんですか？後ろの方は。はい、ホロほう。の中にはたくさんいらっしゃるんですか？ホロの中はね、基本的にはね、20人くらいですね。で、今申し上げました5、60人いますが、いわゆる警護があります。ね、お客さんにご迷惑にならないように、また怪我させないようにということで、警護の皆さんが出ます。ですから、ホロの中はせいぜい20人いるかいないかですね。で、振り手は1人です。で、その他に町では、夜店をやっておりますからね、そちらの方へも、婦人会の皆さんとか、ご高齢でお尻触れないような男性そうのです皆さか。んとかね、そういう方々もみんな参加して、街中で盛り上げてお祭りをやっております。そうではすい。か。それでお聞きしたところによると、この
獅子舞ですか？はい。この祇園祭りは、単なるお祭りじゃなくて、はい。神事だというふうにお聞きしたんですけども。私どもはそういはう、ことをずっと若い時からね、い。教えていただきまして、ああ。これは八坂神社のね、八坂様に捧げるね、神事であると。だから、踊りとかお祭りとかってことも、もちろんそれありますけれども、基本的にはこれは神事なんで、と。したがって、法隆神社の神主様にお願いをしまして、ちゃんと、現実、お魂入れを行って、皆さんで、どうぞ、海へ参拝をして、それから、祭りが始まりまそうす。ですか。はい。で、そうすると、ご神体っていうんですか？はい。それはどっかに安置されてるんですか？ご神体はね、え東条のね、池頼みをちょっと忘そうでれすておりまね。すがね、あそこなんですね。ええ。それで、東条の天王山っていうのはね、山の南側にあるんですね。そこの、池頼みをお宮の本殿に安置してございます。昔のね、こういう、写真も、見せていただいたりしてるんですよ。こちらにもありますし、こちそうらでにすも、ね。ありますけれども、こんなんですね。これは昔の写真ですね。大勢の方がね、やった、こういうものが残されていて、ね、そばでちょっと寄ってみていただきましょうか。小山さんはね、清い獅子の申し子って、ご自分でおっしゃってるそうですけれども。まあ、これ自称ですけれどもね。それはとにかくね、天国国と天地作ったの、もう音が聞こえる前からね、もう足が勝手に動いちゃうんですそうですね。か。確かにね、伊勢町のお獅子を見に行くと、お獅子だけでなくて、踊りもやりますよね。小山さんの、踊ってる姿っていうのはね、素晴らしいなっていつも恐思っ縮ていでまごしざいまた。す。でも本当に皆さんがね、こんな一面もあるっていうぐらい、皆さん本当に楽しそうに踊られてますよね。皆さんご存知の方もあると思うんですが、先ほど宮坂さんからお話がありましたようにね、一番の元の伊勢町のお獅子の場合は権堂さんなんですよね。で、権堂さんは明治の前期ですかね、明治の初年に始まったんですよね。で、それは記録があるんです。それで権堂さんに教えていただいて、松代もお獅子をやりたいというようなことで、昭和のね、8年です。昭和8昭和年。8年。この時に権堂から5、6人、その道の専門家に来ていただいて、伊勢町の青年が一緒になってお獅子を作ったんです、現実に。これが記録として残ってるね、最初なんです。そうですこれはか。写真にもありますじし、ゃあ、その写自真分にの写裏真付がけそうがあでする。ね。その裏書きにはちゃんと昭和8年とか書いてあるんですね。で、別の資料ではね、明治の頃からね、大正の初めにかけてね、お獅子が出たというようなその写真があったんですがね、残念ながらこれがね、裏書きがないんですよね。だから実際のところはわからない、わよかんく。ない。そうでだすからそのか。被写体から考えるとね、その時に写っていた子供さんが、現在も生きていて、90何歳のあそこのお宅のおばあちゃんだっていうような話をね、年寄りたちが言ってましたから、おそらく大正の頃にはもう、伊勢そうで町すにもお寿司ね。があったんだと思います。はっきりは分かりません。ああ、そうですか。先ほど、信じたというふうなお話あったんですけれども、これ、祇園祭りに来るとですね、なんかご利益があるんですかね？なんか あるんですそうか？ね、ご利益っていうのは、それぞれのね、個人の受け止め方だから、ね、なるほどおね。参りしてさ、手を与えて、なんか儲けさせてくれとか、病気儲け治しさてせくてくれれ、とかって、いろいろ皆さんお願いするわけだ。だから基本的に神様に、ね、お願いするもんじゃないんだよね。すいません。神様そうにですか。感謝を申し上げるっていうのがお祭り。そうです私らはね。ね、何でも儲けさせてくれとかさ、病気治なしるてほくれど。とかってね、手与えてね、いや、2回200しやるけど、本来は神様にお願いされて困るんだよ。そんなに、みんなに頼まれたら全然いちいち聞いちゃいらんねやさ。私なんかね、だもうからそれは、欲深いもんだから、もうすぐお願いしたんですけどもね、ダ庶メなん民ですの心からじゃダメなんだ。ね。これはそうね、ですか。感謝の気持ちを捧げる。その誠が神様に通そうでじすれか、ば、わかりおましのた。ずから神様が、いや、お前さんのことについては心得てるよと、そそうういうでことすになっか、てわるかわりけましだ。た。で、小山さんのお宅は、小山さんと息子さん、それから、お孫さん、ひ孫さんになるんですか？今回お祭りに参加されてるというようなお話を聞いてますけれども。全くね、うちはね、お祭り基地がっきり揃ってるんですよ。私がね、学校終わったのが戦争の終わった22年ね。
それから始めてるからもう60年やってるわけです。本当それを見てるから子供も一緒になって踊った、はいはい、子供もまた好きだから一緒になる、その次のまた孫もやる、今4世代ひ孫もいるんですがね、みんなでね一生懸命やっております。だから保育園行ってる子供までね、お返しの真似事したりね、からあの屋台のね振り方、そんなことまでねやってますよ、あ、そうですか、そういうのをお母さんね、皆さんに可愛がっていただいてね、街の中に飛び込んでおります、そうですか、はい、今あのね小山さんの思いをねお聞きしてるんですけども、本当にこう一言でですね、もう本当に一言で、あの思いをこうガッとこう言ったらどうですか、そのガッと言ったら分かんないけども、祇園祭りに基本的に私のはね、伊勢町の皆さんがね、先ほどのあった商売繁盛もそうだし、家内安全もそうだし、お互いがこういう普段はなかなかない、昔と違って、過疎化になって、でそうすることではね、やっぱり町の中うまくいかないから、せめてお祭りを通して、みんなで気持ちを一つにして、手を握り合ってやっていこうと、でそれがスクラムを組めることによって、町が良くなってくし、発展していくし、これが基本だと思っております。そうですね。お祭りをきっかけにしてね、あのもっともっと地域の絆を強めたいですよね。それが一番だと思うんですね。小山さん、最後にですね、まあ、皆さんね、こう祭り一生懸命携わってるんですけども、観客といいますかね、おいでになった皆さんに一言、これだけは守ってくれと、こんなのありますかね。あの皆さんね、気持ちよく。私どもはね、最初の頃と違って、今は順に変わってきておりましてね、お祭りの踊りやりますね、あの踊りは権藤さんでもやらないんですよ。権藤さんはね、あのいいとこのお姉さんがね、あの屋台に出てね、いいですね、やらなくて、踊る踊るのはね、花柳さんのお師匠さんが踊るだけ、私どもの方は、自分たちが踊るわけですよ、でそれは町の皆さんも観客の皆さんも一緒になって輪の中に入っていただいて、みんなで楽しみしまう、それが基本なんです。みんなで獅子連だけで踊るんじゃなくて、皆さんにも入っていただいて、大きな輪にして、その輪をどん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 広げていきたいと、そういう思いでね、皆さんにも参加して、もう町の人じゃなくて全員ですね、おいでになった方は皆さんで楽しもうと、そうですか、一切あの差別申し上げません、そうですか、どなたでも全部入っていただいて、そうですか、去年一昨年その3年ぐらいですね、あの確か一緒に入れていただいて踊った年もありました、そうですか、はい、楽しかったですね、本当に、そうですか、それではあの今ね、ご覧の皆さんももう今日9時までですかね、9時まであるんですね、はい、はい。9時半ですか、あ、すいません。9時半までです。はい、9時半までありますんでね、おいでいただいてですね。ぜひ。ぜひ、そうですね。ぜひ、この番組はちょっと見ていただいて、終わりましたら来ていただいてね。ね、あの、番組はちゃんと見てくださいね。それで番組。雨上がってきましたからね。あ、そうですね。9時半まで上がりましたね。そうですね。お願いいたします。そうですね。おいでいただいて、一つになるんですね。はい。小山さん。小山さんも踊りに出るんですか、はい、はいはいはい。じゃあ。どうぞ、踊らなくあったもん。あ、そうです。すいません。申し訳ないです。そうですよ、ね。はい。あ、すいません。はい、それではですね、小山さんも踊りに出てるそうなんですけども、はい。はい、それでは、ありがとうございます。そちらの方でね。小山さんね、それではね、小山さんのお話、大変、私たち、ためにもなりましたし、よかったんですけれども、はい、皆さんにね、実際にお獅子の様子を、VTR で見ていただこうと思います。そうですね。はい。はい、それでは、VTR をして、スタートしていただきたいと思います。苦労して撮ってこられたそうですよね。はい。ですからね、どんな映像が流れるか、とても楽しみですが、お願いいたします。小山さん、いいんだね。はい。はい。いやあ、ありがとうございました。あれ、こっちの方で、こっちの方で。ありがとうございます。届いた。こっちまた出てますよ。これはね、さっきあれしたのね。逆にだから、椅子。
ああ、流れてますね。じゃあ、こちらの方でちょっと。じゃあ、行きます。じゃあ、行きますね。はい。それでは、VTR の方がちょっと、うまく映りませんので、はい。ここでゲストをまたお迎えしました。このお祭りには多くの方たちが準備をして皆さんのおいでをお待ちしているんですけれども、その一つ、増産スタンプ会から、熊木紀子さんに来ていただきました。どうも、こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。ね、はい、あの、お祭りでは一番もう頑張っている熊木さんですけれども、はい、今回は増産スタンプ会のスタッフとして、はい、じゃあ、500円相当のお買い物ができる、どこの店でもできるようになっているんですけど、はい、今日はその500円の、貼ったものを、2冊持って行っていただくと、松代荘に3回入れる、はい、松代荘のお風呂は1回500円なんですけど、2冊で1000円で3回入れるというお得な、はい、得なのと、はいはい、それともう一つは、いつもですと500円でしか使えないものを800円になるっていう、300円得です。今日はそのことを取り替える。それともう一つは、祇園のお祭りに、スタンプ会の、商店の人たちもみんな出て、お祭りに皆さんにご接待しながら、普通でしたら、お金でポンってくると500円かかるんですけど、スタンプの貼ったのを持ってきていただくと、800円分の、100円を8枚いただいて、それでビールを飲んだり、ジュースを飲んだり、まあ、あそこにあるなんか食べたりっていうことができるようになってます。いいですね。はい、お得です。お得ですね。お得ですね。はい、熊木さんはその中で何を頑張ってました？私は今日はスタッフのおにぎりを握ってました。はい、今日お土産ないんですか？ああ、ないんですか。美味しいおにぎりができたんですけどね。そうですか。じゃあ、後で待ってますからね。はい、いつも滴ってますけど、あ、そうですか。はい、そうですね。さっき雨降ってましたからね。はい、でも晴れたし、これからそうですね、たくさんおいでになると思いますので、また頑張ってください。はい、頑張ります。はい、増産スタンプ会、他に年間で何かあれですか？あとはね、湯田坂の温泉に連れて行ったり、はい、それから日帰りのバス旅行をしたり、まあ、いろいろなお得なことを、恵比寿港っていうまた秋のお祭りにもお得な、子どもたちも喜んでもらえるようなことをいっぱいやってるので、大きなお店ばっかりじゃなくて、地元の小さなお店でも、ぜひたくさんお買い物をしていただきたいと思って頑張ってます。はい、頑張ってください。はい、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。おにぎりお願いしますね。はい、じゃあ後でお届けします。そうですね。はい。ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。はい、今度、はい、蔦屋さんの、倉島さんに、じゃあ、祇園祭りのことや、それから、いろいろな PR をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。雨降っちゃってね、大変ですね。なんか濡れてる、大丈夫ですか？ですね、だいぶ濡れて。あいにくね、大雨になっちゃって。もう、街でも、スタンプ会でも、ね、イベントいろいろ考えて。今日はお昼過ぎみんな用意したんですけど、これでお客さん来るかどうかちょっと心配です、はい、でも晴れた、いや私たちのお金はいいからね、大丈夫ですよ、もう晴れましたね、大丈夫ですから、はい、涼しくなったので、はい、大丈夫だと思います、はい、そうですね、涼しくなったんでね、まあ、スタッフ会でも今回初めてなんですけど、ああそうなんですか、あそこのお医者さんの神林さんの駐車場のところでね、いろいろイベントをやろうと、スタッフの魅力を高めるということで、どうぞ、そうですね、企画されまして、今日準備して、まあ、一応きゅうりの漬物をやったりとか、スタンプ会でできることでクレープとかいろいろ考えて始めたんですけど、雨降っちゃってちょっと息消沈してるところでね、まあ本当にお祭りは天気次第ってこともありますからね、そうですね、来れば必ず結果は
いいし、お客さんに喜そうですね。ばれると思うんです。今日ね、結構33度ぐらいまで行ったんじゃないかってこと、日ああ、中暑そう、かったで日す中よ暑かったでね。すよで、ね。この雨降ったことによってだいぶ涼しそくう、なった涼しいのですで、ね。皆さんこれでね、出てきてくださるんじゃないかと思うんそうでですすけれどね。も、まあ、それ期待してもらいそうですまね。す。だいぶ涼しくなりますよね。そうね。ですね。日中は今そうです日ね。暑かったですけどね。もう本当にね、涼しいまあ、風こが吹いんてなまにすぐとね。は初めてでそうですすね。ね。本当にね。今日も街でも、朝も7、8時頃からね、朝から何からいろいろ準備して、たくさん用意したんですそうですね。ね。これからどうしたら。大丈夫ですよ。これからこの見て、皆さん来てくださると思いますので。そうですよ。これ見てね、あ、面白そうだ、ぜひ行こうってね。そうですよ来てね。くれると思います。わかりました。ああ、そうですか。ありがとうございました。じゃあ、頑張っていただいて、ありがとうございました。これからお客さんたくさん見えるんでね、よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、伊勢町代表ですかね、加山さんに伊勢町の PR をお願いいたします。加山さん、いつもお世話になってありがとうございます。どうもよろしくお願いします。伊勢町は今の清居寺市ってことでね、今、お獅子を出してるんですけども、これは子供獅子もあるし、大人の獅子もあるし、両方あるんですよ。毎年この祇園祭には出させていただいてますね。今日は伊勢町の方ではですね、それを支えるための財源を作ろうってことを思って、またにぎやかにしようってことを思って、夜店を出してるんですね。夜店名人がいましてですね、もう何日も前から準備してるんですけども、まずその焼きそばですね。焼きそばこれパッパッと作ってくる。それから、たこ焼きですね。これたこ焼きがこれ大変なんですよ。これも3人いるんですよ、たこ焼き名人。さっさっさっとこうね。あれ難しいですよね。難しいです、これ。で、これやる人と、あとはまあ、ウインナーソーセージ。それぞれね、焼きそば300円。300円。それからたこ焼きも6個入って。300円。宣伝してますね。いいですね。いいですね。ウインナーはね、ソーセージは200円。200円。もう、それはビールも飲めるしですね、新金さんの前でに特設会場作りまして、もう、皆さんで喜んでいただこうということでね、これから調和してやりますね。そうですね。今日暑かったですけど、皆さん頑張って準備してましたよね。朝からもう大変でしたよ。大変でしたね。昨日の夜なんかもうずっと何時間もかけてね、ああ、そうでしたか。テント張ったりなんとかね、やりまして、今日迎えられました。ぜひね、多くの皆さんにおいでいただきたいですね。これから本番ですんで。先ほどの雨でなんかなんなかったですか？大丈夫でした？大丈夫ですよ。すごい雨だったですよね。すごい雨だったですね。心配しましたけど、大丈夫だったですか？だいぶもう晴れてきました。そうですね。もう晴れましたね。すっかり晴れました。乾いてますね。だからきっとこれから皆さん、結構若い人たちもね、そうですね、家族連れでぜひファミリーで会ってお越しください。そうですね、にやかにできますので。わかりました。さっき加山さん売ってるのなんか言いましたけど、宣伝料なしでもう一回ね。そうですか。宣伝料なしでちょっと行っちゃいましょうね。たこ焼きの美味しいのが6個入って300円ね。それから焼きそばもですね、もうたっぷり入って300円ね。そこにウインナーソーセージ200、こんな大きなやつですね。大体500円、500円、ワンコインで食べられる。そう、いいですね。最近の流行りですね、500円。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。これで後でまたたこ焼き届きますね。はい、期待しております。ありがとうございました。亀さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、今お聞きいただきました通り、それぞれの町でいろんな催し物を準備しております。いよいよこれからがお祭りの本番になります。それでは本日の祇園祭りのスタッフに感想を聞いていきたいと思います。西澤さん、はい、お願いします。はい、お願いします。いらっしゃい。取材ご苦労さんでした。取材本当にご苦労様でした。雨の中濡れなかったですか？ちょうどね、私伊勢町のさっきちょっとね、残念ながら VTR があまりはっきり出なかったんですけど、あれを撮り終わった時に雨が夕立が来ました。はい、実際に撮っていいと思ったのは、はい、私、事前取材で毎日のように、うん、伊勢松皆さんの練習のところに通ってたんですけれども、本当に皆さんって熱い思いで獅子に取り組んでらっしゃって、今日はもう気合を感じるんですよ、皆さんの。もうね、ちょっと近寄れない感じの気合を感じました。それだけ皆さん大切にされてるんだなってことが一生懸命ですよね。よくわかりました。すごいですね。方たちと出会えました。よかったですね。ありがとうございます。西田さんも気合い負けましたか？
はい、水谷さんも負けました？気合。あなたの気合すごいんだよね。負けましたか、はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは松浦さん。はい、はい、はい、松浦さんお願いします。こんにちはって先からね、一緒にいたんでね。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当に皆様ご苦労様でしたっていう感じです、うん、今一緒にね、はい、ご苦労様でした。朝から、まあ、朝からじゃないですね、もう 何週間何ヶ月前から、はい、用意してきまして、でなかなかね、皆さんの思いがなかなかこう出てこれなくて、ちょっと心配しましたけれども、うん、今日は本当になんか雨は降りましたけれども心は晴れやかという感じ です、ね、終わることができました。あーすごい、いやーすごい、すごいですね。そうですね、ありがとうございました。ちょっと待ってください。生放送なんでね、まあ、いろいろ探しましてね。はい。他にも実は、大勢のスタッフでこの番組を作らせていただきました。皆さんそれぞれに思いがあると思うんですけれども、マイクの前に来れません。はい。みんなの思いは、多分同じだと思います。今、代弁してくれました松浦さんが、雨は降りましたけれども、心は晴れやか。多分、それが皆さんの思いだと思います。はい。それで、この祇園祭りの様子ですけれども、この番組は残念ながら少し早めに、終了させていただくことになってしまいましたが、7時から伊勢町の、清井寺市の様子を映像のみで、送らせていただくことになっていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい。はい。それでですね、今日先ほどですね、マガルさんからたくさんのスタッフというふうに申し上げたんですけれども、今日ですね、そちらの方にはね、顔は見えないんですけどもね、たくさんいらっしゃるんですよ。まずね、この今日のこの放送なんですけども、そちらにいらっしゃいます丸田先生ね。この方はもう本当に総合プロデューサーですね。あ、映ってますね。あ。どうした？いや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 、あ、映ってますね。はい、ありがとうございます。総合プロデューサー、丸田先生です。次は、やっぱり、そちらにいらっしゃいますね。技術の方、大島さん、はい、どうですか？大島さん、避けてますね。はい、大島さんです。大島さん、はい。そして、片桐さん、片桐さんです。あ、そちらのヘッドホン持ってますね。福井さん、一番若いんですね。若く見えますけれどもね、相当年なんですよね。年は、何でしたっけね、だいぶ多いらしいですよ。60歳ぐらい。あ、そんなに言ってないですね。すいません。余計なこと言いました。はい、すいません。はい、そちらに、スタッフ。三田さん、いらっしゃいますよ。三田さん、三田さんです。ありがとうございました。田山さん、さっき出ちゃったんですね。はい、そちらの方にね、今、ご出演いただいた方、皆さんいらっしゃいますね。加山さん、はい、尾又さんもいらっしゃいます。はい、尾又さんもいらっしゃいますね、はい。いや、ちょっと顔見せていただけますか。顔見せていただけますか。はい、尾又さんですね、はい。はい、ありがとうございます。本当に大勢の人の力でこの番組が成り立っています。なお事前取材にしましたものは、テレビ、町のテレビの方をアップしていただきますと、出てまいりますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。はい。ありがとうございました。これからも情報をお伝えします。ありがとうございました。